どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットボンボイプレミアムカードありますよね。本日はこちらの徹底解説ということで2023年度版やっていきたいなと思います。ということで、こちらのね、マリオットボンボイプレミアムカードなんですけども、2023年になりましたということで、私もね、今年1年これをねメインカードにしていきたいななんていうふうに思うんですけども、これからね発行検討されている方もねいらっしゃると思いますので、今回の動画では年会費からポイント制度、またね利用方法までかなりね細かくやっていきたいなと思いますので、ちょっとね動画自体長くなると思うんですけども、目次とかもねつけておきますので、秒数のところでね各項目ね飛べるようにしておきますので、ぜひね気になる方は最後までねご覧いただければなと思います。それではまずね基本スペック見ていきたいなと思います。こちらにね基本スペックね出していきたいと思うんですけども、年会費が 49,500円、家族カードが1枚無料、2枚目以降 24,750円、貯まるポイントがマリオットボンボイホテルポイントで、ポイントの有効期限は基本2年間、増減あればね都度延長っていう風になっておりますんで、マリオットボンボイプレミアムカードを利用していた方は実質無期限で利用することができます。でポイント還元率がマリオットボンボイポイントが100円決済につき3ポイントがね貯まるっていう風になっておりまして、マリオットボンボイホテルで利用していただくと100円で6ポイントで、マイルの交換レートが3ポイント1マイルっていう風になるわけなんですけども、6万ポイント一気に交換していただくと2万5000マイルにね交換することがねできますので、マイルの還元率は 1.25%、 100円決済で 1.25 マイルがね貯まるクレジットカードという風になります。でホテルの特典ですね、マリオットのゴールドステータスが発行するだけで付与されるっていう風になっておりまして、年間決済額と更新特典ということで、年間150万円決済していただくと一括5万ポイントの無料宿泊特典がもらうことができます。もう一つですね、年間400万円で、ね、決済していただくとマリオットボンボイのねプラチナステータスが利用することができます。でまたね入会更新特典ということで、宿泊実績、マリオットボンボイホテルの宿泊実績はね15泊分もらえるっていう風になってまして、またねカードの付帯特典ということで、空港のねクレジットカードラウンジが同伴1名までね無料で利用することができて、海外旅行保険はね利用付帯っていった形になります。またねアメックスのカードということで、キャンセル、ショッピング、リターン、スマートフォン、オーバーシーズとかね、ここら辺のプロテクションすべてね付帯しておりまして、手荷物宅配サービスも利用することができます。またね京都のねお寺とかも無料観光ということで、こちらねお茶などのサービスとかも無料でね利用することができて、国際ブランドはアメリカンエクスプレス、発行元もアメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードっていった形になります。それではですね、各項目ね細かくやっていきたいなと思うんですけども、まずねマリオットボンボイプレミアムカードは年会費が 49,500円、年会費がね非常に高いクレジットカードっていう風になります。で家族カードはね1枚無料っていう風になっておりますので、この後ね説明させていただきますけども、マリオットボンボイプレミアムカードっていうのは年間150万円決済していただくと無料宿泊特典がね、もらえたり、またね年間400万円ね決済していただくとマリオットボンボイのねプラチナステータスが付与されるわけなんですけども、こういった時にですね、この家族カードがね無料で1枚発行できるということで、本会員のカードと家族カードのねこの利用額合わせてねカウントされるっていう風になりますんで、家族カードをね1枚無料っていうのはねかなりいいですよね。また入会キャンペーンとかでもいくら以上使うと何ポイントみたいなのがねやっているわけなんですけども、こういった時もですねこの家族カードの金額も合わせてですねカウントされるっていう風になりますんで、この家族カード1枚無料っていうのはねかなり大きいですよね。で次にね貯まるポイントなんですけども、マリオットボンボイホテルポイントがね貯まるっていった形になります。このマリオットボンボイホテルポイントっていうのは、ホテルでね無料宿泊が利用できたり、またねマイルに交換できたり、ホテルのクレジットにも交換できたり、マリオットボンボイホテルポイントで iPhone だとね家電製品とかも購入することができるんですよね。まあいろんな利用方法があるんですけども、ホテルクレジットであったり家電製品の購入とかね、まあこういったものにも使えるんですけども、レート自体はですねよくありませんので、まあ基本的にねまあポイントが余ってぐらいの人でないと、まあおすすめをねすることができないんですけども、いろんなね利用方法があります。またね
おすすめとしてはですね、ホテルでの利用、もしくはマイルの交換はね、おすすめっていった形になります。まずね、ホテルで利用する場合はですね、1ポイント 0.5 円ぐらいから1ポイント1円以上でね、利用することができるっていう風になります。この1円以上でね、利用することもね、マリオットボンボホテルポイントはね、結構容易で利用することができて、まあこちらもね、時期とシーズンによってホテル代っていうのは異なりますので、まあその時々によってね、変わるわけなんですけども、1円を超えることもね、あるっていった形になります。で、日本国内のね、マリオットボンボホテルは約ね、90軒ぐらいあるわけなんですけども、まあ、世界各地にね、マリオットボンボホテルっていうのはね、ありますので、海外旅行が、ね、好きな方はかなりおすすめっていう風になりますし、今ね、円安とまたね、物価高がね、影響でホテル代もね、非常に高くなっておりますので、このマリオットボンボホテルポイントでポイント宿泊するっていうのはね、かなりお得っていった形になります。で、またね、マリオットボンボホテルのね、プログラムで、ポイント宿泊で5連泊していただくと5泊目が無料っていうね、特典があるんですよね。これはね、マリオットボンボホテルプログラムのね、特典の一つなんですけども、ポイントをね、一気に貯めて海外旅行、まあ国内でもいいんですけども、ポイントね、5連泊していただくと、5泊目がね、ポイント無料で利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、おすすめっていった形になります。またね、ポイントでマリオットホテルをね、抑えたいっていう時に、ポイントがなくても予約することが可能っていう風になるんですよね。これをポイントアドバンスっていうね、制度なんですけども、以前はですね、予約数にね、制限がなかったんですけども、2021年の5月ぐらいにですね、規約変更になりまして、今現在はこのポイントアドバンスで予約できるのはね、最大3つっていう風になります。このマリオットボンボホテルの、このホテルのね、予約の枠っていうのが決まっておりますので、この日のね、ポイント予約をしたいっていう時にもですね、枠が空いてなかったら利用することができないですよね。まあ、こういった時にですね、このポイントアドバンスを利用して、まあ、事前に予約しておいてですね、ポイントが貯まったら当てるみたいな。まあ、こういったことはね、ポイントアドバンスとして利用することができます。で、今の制度はですね、予約日から60日、もしくはチェックインの14日前、いずれかの早い方で、このポイントがね、ポイントアドバンス、ポイントがない状態で予約して、その日までに、この不足分のね、ポイント残高が必須になるっていう風になるんですよね。ですので、予約日から60日、もしくはチェックインから14日、まあ、このいずれかでですね、ポイントが溜まってないと、その予約はね、キャンセルされるっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。で、先ほども言った通りね、ポイントアドバンスの予約数は最大3つまでっていう風になっておりますんで、まあ、このポイントがない状態でもね、予約することができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、制約はありますけども、早くね、予約取りたいなんていう時にはですね、こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。またね、マリオットボンボホテルで年末年始、大晦日がね、予約されたいっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけども、このね、大晦日の宿泊、まあ、ポイント宿泊ね、もちろん利用することができるんですけども、ホテルによってはですね、一泊の予約で受け付けてないホテルもね、結構ありますので、もしね、一泊のポイント宿泊の検索で、全然このホテルだけ予約できないみたいなね、そういった場合には2泊以上とかでですね、検索してみると出てきたりもね、いたしますので、この点はね、覚えておくようにしてください。それでは次にマリオットボンボホテルをマイルに交換する時の話ですね。先ほども言いました通り、100円で3ポイントがね、貯まるマリオットボンボプレミアムカードなんですけども、3ポイントは1マイルで交換することができます。で、一度にね、6万ポイントを交換していただくと、2万5000マイルにね、交換することができます。本来2万マイル、3ポイント1円なんでね、2万マイルのところが5000マイルのね、ボーナスがもらえるっていった形になります。こちら昨年ですね、このボーナスマイル5000マイルに関しては、アビアンカ、デルタ、アメリカン、大韓航空に関してはですね、こちらの5000マイルのボーナスは廃止っていう風になりましたので、まあ、それ以外でですね、利用することができるっていった形になります。で、交換できるね、航空会社っていうのは30社以上ね、あるっていう風になりまして、基本3対1でね、交換することができるんですけども、ニュージーランド航空のマイルだけね、レートが良くないので、お勧めすることができませんので、この点はね、注意してください。で、交換できるね、マイレージサービスはちょっとね、ここら辺で一覧に出しておきますけども、まあ、ANA、JAL、アラスカ、ユナイテッド航空、アメリカン航空とかね、数多くのね、マイルに交換することができるっていった形になります。またね、マリオットボンボホテルはですね、ユナイテッド航空と独自にね、提携しておりまして、
本来ね、6万ポイントを交換すると2万5000マイルっていう風になるわけなんですけども、10% 増量ね、されるっていう風になっておりまして、マリオットボンボンホテルポイントからユナイテッド航空のね、マイルに交換していくと、2万7500マイルにね、交換することができるって言った形になるんですよね。またね、定期的にですね、各ホテルポイントをユナイテッド航空のね、マイルに交換していくと、30% 増量キャンペーンっていうのも、今までね、行われてきましたので、今後もね、もしかしたらあるかもしれませんのでこのキャンペーンね待って交換していただくと6万ポイントね交換していただくと3万5750マイルにね交換することができるっていう風になりますんでこのキャンペーンを待ってですね交換していただくっていうのもですねかなりいいのではないのかなと思います。それでは次におすすめのねマイルの交換先についてなんですけれどもおすすめのねマイルの交換先は ANA、JAL、ユナイテッド、アラスカ、エアカナダ、シンガポール航空っていった形になります。まあこれ以外にもですね、おすすめのね、航空会社っていうのはたくさんあるんですけども、ANA と JAL に関しては、2023年現在ですね、国内線はね、いいんですけども、国際線を発見してしまうとですね、燃油サーチャージがね、かかるっていう風になりますんで、今のところはですね、この燃油サーチャージがね、非常に高いので、燃油サーチャージがね、かからないユナイテッド航空であったり、アラスカ航空、エアーカナダとかシンガポールとかね、ここら辺で利用するのがね、おすすめっていった形になります。まずね、ユナイテッド航空なんですけども、ユナイテッド航空に関しては、国内線もね、おすすめっていう風になっておりまして、ANA でね、ANA マイルで発券するより、必要マイル数がね、少なく発券することができて、ユナイテッド航空のマイルだと、片道5500マイルから発券することができます。羽田空港をメインで考えると、羽田から伊丹、札幌、福岡、片道5500マイルでね、利用することができて、伊丹空港であれば、札幌、福岡、沖縄、こちら5500マイルからですね、発券することができます。またね、燃油サーチャージがね、ユナイテッド航空の場合はね、かからないっていう風になりますんで、国際線をね、発券していただいても、必要マイル数とねプラス数ドルでね発券することができます。発券することはねできるんですけども必要マイル数はねやはり燃油サーチャージがかからないっていう点もありますので ANA とか JAL に比べるとですね必要マイル数は2倍ぐらいねかかってきてしまうんですけども東京からニューヨークですね片道3万6000から3万7000マイルぐらいからですね発券することができてプラス諸費はね750円とかでね発券することができるっていう風になりますんでエコノミークラスにはなりますけどもこのユナイテッド航空の北米路線に関してはかなりねおすすめっていった形になります。道路線をですね ANA とかで発見すると東京からニューヨークね往復エコノミークラスまあシーズンにはよりますけども安い時にはですね4万マイルぐらいでね発見することができるんですけども今ね燃油サーチャージが高いっていう話をさせていただきましたけどももうこれだけでですね燃油サーチャージを払うと11万円とかね必要マイル数とは別にかかってきてしまいますんでまあこうなってくるとですね今の燃油サーチャージが高い時期にはですねユナイテッド航空でね発見するのもかなりねおすすめっていった形になります。それでは次にアラスカ航空ですね。アラスカ航空もね、かなりおすすめっていう風になっておりまして、アラスカ航空のマイルでは JAL のね、特典航空券を発券することができます。で、またね、JAL より必要マイル数が少なかったり、必要マイル数がちょっと多くても燃油サーチャージがかからなかったりね、いたしますので、かなりおすすめっていった形になります。国際線がね、基本的におすすめっていう風になっておりまして、東京からアジア間、JAL のエコノミークラス片道1万5000マイル、ビジネスクラス2万5000マイルから利用することができます。こちらね、東京からアジア間最長デリーまで利用することができるんですけども、JAL のね、ビジネスクラスも2万5000マイルでね、発券することができますので、燃油サーチャージなしで利用できるっていう点ではですね、かなりね、おすすめっていった形になります。またね、東京からね、北米路線ですね、JAL のエコノミークラス3万5000マイル、ビジネスクラス6万マイル、ファーストクラス7万マイルということで、こちらね、燃油サーチャージかかりませんので、ファーストクラスを発券したとしても、片道7万マイルプラス60何ドルとかで利用することができますので、まあ、大体ね、1万円以内ではね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、かなりおすすめっていった形になります。またね、エアカナダとかもね、非常におすすめなんですけども、ちょっとね、こちらはいろんな航空会社のね、ビジネスクラスとかも利用することができて、まあ、おすすめはおすすめなんですけども、かなりね、マニアックっていう風になりますんで、気になる方はですね、こちらの動画ね、見ていただければなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルで、マリオットボンボイプレミアムカードでね、
決済した場合のポイントの溜まり方についてなんですけども、こちらね、一番疑問に思われるところだと思うんですよね。というのも非常に複雑になっておりまして、マリオットボンボイプレミアムカードでマリオットボンボイホテルの決済すると、まず100円につき6ポイントが溜まるんですよね。これがカードの特典として溜まります。で、もう一つね、ステータス特典として、1ドル10ポイントはもともと溜まる会員制度があるんですよね。で、ゴールドステータスになりますよね。マリオットボンボイプレミアムカードを発行すると。そうすると 12.5 ポイント1ドルに対してね、溜まるようになるんですよね。で、この100円につき6ポイントっていう最初に説明した方は、マリオットボンボイに宿泊した際の全ての合計料金に対して、込み込みで100円につき6ポイント貯まるんですよね。で、もう一つのマリオットゴールドステータスの特典の方は、サービス料、税金とか、ここら辺を抜きにした金額に対して計算されて付与されるっていう風になりますんで、ここね、非常に分かりづらくて、複雑なんですよね。で、こちらに関してですね、細かく知りたい方は、まあ、概要欄にね、ブログ載せておきますので、そちらでね、ある程度の計算方法をね、覚えておいていただければなと思うんですけども、これね、間違った状態で付与されたらそのままになってしまいますんで、まあ、これもね、面倒だと思うんですけども、一応ね、覚えておいてください。それでは次にですね、マリオットボンボイプレミアムカード、基本的に100円につき3ポイントが貯まるクレジットカードなんですけども、このね、決済先によってはですね、100円で3ポイントつかない決済先もありますし、ポイント自体がね、全くつかない決済先っていうのがあるんですよね。まず、全くポイントがつかないね、決済先なんですけども、こういった形になります。NHK だったり、楽天 AD のチャージ、イコカ、7個の Apple Pay とかね、まあ、モバイルパスモとかモバイルスイタとかと入ってるんですけども、ここら辺に関しては一切ねポイント付与がございません。ですのでここにね使ってしまうとポイントが全く付与されないんですよね。こちらはね本当に注意してください。でもう一個ですね、ポイントが半減する利用先ということでこちらがあります。各種電気ガス水道ですね、あと税金とかもね全部ポイント半減っていう風になりまして、 Amazon Pay、 AU Pay の残高チャージとかね、キャッシュとか D 払い、これも全部ねポイントが半額っていう風になりますんで、本来マリオットボンボイポイントは100円につき3ポイント貯まるわけなんですけども、こちらに関しては200円につき3ポイントっていった形になるんですよね。こちらね、非常に知ってるのと知らないのですね、もったいないっていう風になりますし、特に税金とかですね、高額になる場合もありますので、こちらね、ぜひ押さえておいてください。個人的にはですね、このスイカとかですね、よく私ね、スイカ使うんですけども、スイカにね、このアメックスからチャージしても、ポイントはね、ゼロなんですよね。全くもらえないんですよね。ですので、そういう場合はですね、このプリペイドカードをね、挟むと、ポイントがね、満額取れますんで、こちらがね、おすすめです。この B4 さん、もしくはイデア、両方ともね、アメックスからチャージしておりまし、チャージがね、できるようになっておりまして、またね、3D セキュアにも対応しておりますので、どちらのプリペイドにチャージして、モバイルスイカにチャージしても、チャージすることができて、またね、ポイント満額でね、アメックスからチャージすることができますんで、これがね、いつまで続くかわからないですけども、2023年1月現在は、利用することができるっていった形になります。で、こちら発行手数料900円、こっちが無料で発行することができますんで、基本的にこの B4 さんのプリペイドの方が、まあ、おすすめっていった形になります。概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、気になる方はですね、発行してみてください。ですので、アメックスから B4 さん、で、B4 さんからスイカチャージっていう感じですね。で、こちらのイデアの方はですね、この外貨決済手数料はほぼかからないレボリュートにチャージすることができるんですよね。ですので、こっちにアメックスからチャージして、で、それをレボリュートにチャージする。で、このレボリュートはですね、外貨決済手数料はね、ほぼかからないっていう風になりますんで、まあ、海外旅行とかね、よく行かれる方、もしくはですね、外貨決済、マリオットホテルポイントとか、ユナイテッド航空のマイルとかね、まあ、外貨決済が伴う決済が多い方は、このレボリュートがね、おすすめっていった形になります。まあね、どれにしてもですね、3D 席はね、対応しておりますので、どれで利用していただいても、まあ、スイカにはね、チャージすることができますし、またね、PayPayとかにもね、チャージすることができるっていう風になりますんで、PayPayの方は25枚までね、利用することができます。ですので、アメックスだとですね、アメックスが使えないっていうところがありますよね。もしくは、PayPayは使えるけど、
カードが使えないみたいな。まあそういう時にはですね、こっちにチャージしてね、ペイペイで使ってあったり、こちらのプリペだと全部ね、ビザブランドっていう風になりますんで、アメックスが使えないみたいなね、まあそういったこともありませんので、まあここら辺でね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。私はね、スイカにチャージするときは、基本的にマリオットアメックスからイデアかビヨンさんにチャージして、モバイルスイカにチャージして利用しているっていった形になります。それでは次にですね、マリオットボンボイプレミアムカードで税金を支払う場合についての注意事項なんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードね、年間400万円決済するとプラチナステータスになることができますよね。で、個人経営されている方だったり、経営者の方はですね、このね、税金の支払いでクリアされる方ね、非常に多いと思うんですけども、こちらですね、2023年の1月1日からですね、このマリオットボンボイプレミアムカード、マリオットボンボイカードはですね、まあ一般カードもそうなんですけども、年間500万円以上の税金の支払いにはポイント付与をしないっていうことを昨年発表したんですよね。ですので、今年からですね、税金の支払いに関しては、500万円までしかポイント付与をしてくれません。ですので、もしね、500万円以上ですね、税金の支払い予定ある方はですね、こちらね、本当に注意してください。本来ね、この税金の支払いっていうのも、200円で3ポイントということで、ポイント半減される対象なんですけども、500万円以上のね、支払いに対しては、一切ポイント付与してくれませんので、本当にね、注意して利用していただければなと思います。それでは次にマリオットボンボイプレミアムカードを発行していただくと、ゴールドステータスで年間400万円利用していただくとプラチナステータスになりますよね。で、特典がですね、大まかにこういった形になっておりまして、ポイント 25% アップ、エンハンスドルームへのアップグレード、午後2時までのレイトチェックアウトということで利用することができるんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードですね、全身の SPG アメックスからそうですけども、発行している方がね、非常に多いですので、発行するだけでゴールドステータスになれますよね。ですので、このね、アップグレードっていうのはそんなに期待しないでください。まあもちろんね、される場合もあると思うんですけども、されない場合もねありますし、特にね、連休とか夏休みとか年末年始とかですね、他の会員の方が、まあ、同じようにね泊まっている時にはですね、ほとんどね利用することができないのではないかっていうふうに思っておりますので、まあ発行するだけでね、ゴールドステータスにはなれるんですけども、この点はね、あんまり期待しない方がねいいのかなと思います。またね、レイトチェックアウト14時まで、個人的にはね、こちらが非常にねいい特典だなっていうふうに思うんですけども、まあホテルでですね、まあ朝食、まあ有料にはなりますけども、利用していただいて、ゆっくりしてからね、チェックアウトすることができるっていうふうになりますんで、まあこれもね、混雑状況によってね、利用できない場合もあるんですけども、このレイトチェックアウト14時っていうのはね、結構いい特典ではないのかなと思っております。で、400万円をね、決済していくと、プラチナステータスになれますよね。こちら本来ね、50泊しないと、このプラチナステータスっていうのは、利用することができないっていう風になりますんで、これがね、年間400万円決済できる方であればですね、決済していただくだけで、一泊もね、マリオットボンボイホテルに宿泊しなくてもね、プラチナステータスになれるっていう風になりますんで、まあそういう意味ではですね、このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは、非常にね、いいカードっていう風になるんですよね。で、特典がですね、こういった形になっておりまして、ポイントが 50% アップになって、またね、アップグレードもスイートルーム対象になりまして、またね、ウェルカムギフトとかもね、もらえるようになります。まあ、これ以外にもですね、朝食2名分ね、利用することができたり、エグゼキティブクラブラウンジがね、2名分無料で利用することができるようになります。で、スイートルームのね、アップグレードについてなんですけども、これもね、いろんなところで、SNS とかね、個人のブログ、いろんなので紹介されておりますけども、私はね、もう、かれこれね、3年間、4年間ぐらいね、プラチナステータスなんですけども、スイートルームへのアップグレードっていうのは、本当にね、数えるぐらいしかありませんので、これね、これも期待していくとですね、結構残念な思いされるかななんていうふうに思いますので、まあ、スイートルームにね、あげてもらえたらいいなぐらいでね、思っていただくのはね、いいのではないのかなと思います。まあ、先ほども言いました通り、連休、夏休み、年末年始とかね、こういった繁忙期であればですね、このスイートルームのアップグレードっていうのは、まあ、なかなか利用することができないっていうふうになりますんで、もちろんね、アップグレード自体はね、あるかもしれないんですけども、まあ、一つランク上のね客室になるみたいな、まあ、こういった感じになる場合もね多いかななんていうふうに思いますので、この点はね注意してください。で、またね、朝食に関してはですね、全てのホテルブランドで利用することができるわけではございません。こちらもですね、規約によって
ホテルブランドでね、提供しているホテルクレジットになったりね、エディションホテルでは提供がなかったりね、まあこれもホテルによってね、異なるっていう風になりますし、エグゼクティブクラブラウンジに関してはですね、このラウンジ自体があるホテル、ないホテルもね、あるっていう風になりますんで、まあここら辺ね、詳しく知りたい方はですね、国内にはなりますけども、ブログね、記載しておりますので、気になる方はそちらね、参考にしていただければなと思います。で、次にですね、海外ホテルのクラブラウンジを利用されたい場合、まあどこでね、確認したらいいのかっていう話なんですけども、こちらですね、公式サイトにね、書いてある場合もあるんですけども、基本的にはこのマリオットボンボイプレミアムカードのね、裏面に記載してあるマリオットホテルのね、デスクに連絡していただいて、海外のホテルのラウンジのね、有無、あと営業時間ですね、こちらを確認していただくのがね、いいのかなと思います。コロナになってですね、このクラブラウンジっていうのは、今も閉鎖しているところはね、あるんですよね。で、これがちゃんとね、公式サイトに更新されてたらいいんですけども、これね、書いてあって利用できないっていうこともね、結構ありましたので、こちらね、注意してください。このデスクに連絡していただくと、現地のホテルにね、問い合わせてくれますので、で、ホテルからね、返信とかももらえるっていう風になりますんで、海外のね、ホテルの、まあ、そのステータス特典っていうのはですね、基本的にデスクに確認していただくのはね、確実なのではないのかなと思います。それでは次にプラチナステータスのレイトチェックアウト16時までに関してなんですけども、こちらね、私もね、昨年まで知らなかった特典なんですけども、こちらね、レイトチェックアウト16時っていうのは、規約で16時までの保証がね、されております。ですので、基本的には16時までのレイトチェックアウトっていうのは、利用することができるんですよね。これがですね、海外のブログでね、私も知ったんですけども、で、規約を見たらですね、保証はね、されている特典っていう風になりますんで、まあ気になる方はね、あの規約見ていただければなと思うんですけども、こちらね、プラチナステータスになるとアップグレードありますよね。これを受けてしまうと、このレイトチェックアウト16時までっていう保証がね、外れてしまうっていう風になりますんで、もしね、あの16時までのレイトチェックアウトをね、どうしても利用されたいっていう方はですね、レイトチェックアウトを選ぶのか、アップグレードを選ぶのか、まあこちらね、お好みになるかななんていうふうに思うんですけども、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で、このね、保証されている規約自体をですね、ホテル側が知らないっていう場合もね、中にはありますので、まあそうなるとね、ちょっと揉めてしまう部分にもね、なってくるかななんていうふうに思いますので、一応ね、規約では保証されているっていうふうになりますんで、まあこの点をですね、ホテルに伝えていただくのもね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、年間の決済額&更新特典と入会特典の詳細についてですね、まずマリオットボンボイプレミアムカードはですね、年間150万円を決済していただくと、一括5万ポイントはですね、年会費の更新の後にですね、もらうことができます。このもらえる時期については、更新を迎えてね、だいたい2ヶ月後ぐらいにね、付与されるっていう風になりまして、この一括5万ポイントの無料宿泊特典に関しては、マイルに交換することができません。で、2024年の4月ぐらいからですね、一括5万ポイントのこの無料宿泊に、自分のね、ポイントを最大1万5000ポイント足して、最大6万5000ポイントまでのホテルがですね、利用することができるようになりました。まあ、選択肢のね、幅が広がるっていう意味ではですね、かなりいいのではないのかなと思うんですけども、まあ、年会費はですね、49,500 円っていった形になりますんで、まあ、それに1万5000ポイント足しているっていう風になりますんで、まあ、結構ね、49,500 円以上、さらにプラスアルファのホテルで、まあ、利用しないとね、なかなか元は取れなくなってしまうんですけども、一応ね、こういった制度があるっていうのは覚えておいてください。で、このね、無料宿泊特典っていうのと、ポイントを5泊連泊で利用すると5泊目無料っていうのをね、冒頭に説明したと思うんですけども、こちらはですね、併用することができませんので、この点はね、ご注意ください。それでは次に、マリオットプレミアムカードで400万円決済すると、プラチナステータスになりますよね。で、どのぐらいの期間プラチナステータスでいられるのかっていう話なんですけども、基本は1年間っていうふうにアメックスは回答してるんですよね。でもですね、マリオットボンボイのステータスの切り替わりは2月の末から3月ですよね。ですので、じゃあ1年間ということは8月に
プラチナステータスになったら次の8月で切れるのかっていう話なんですけども、当初はですねそういう風にね案内されてたんですけども、これねよくよく聞いてみるとですね、アメックスが1年間っていうのは1年間はアメックスが保証している期間っていう風になるんですよね。ですけどもマリオットボンボイのステータスの切り替わりっていうのは毎年2月から3月っていう風になりますんで、実際にはですね1年間まあ丸々きっかり1年間ではなくて、プラチナステータスになった翌々年の2月から3月までですね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、きっかり1年間ではないっていうことは覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、入会&更新特典である15泊の宿泊実績についてなんですけども、これはどういう特典かというと、これはマリオットボンボイのステータスを宿泊数でね稼がれたい方向けの特典っていう風になります。本来プラチナステータスっていうのは50泊必要、チタンステータスには750、アンバサダーには100泊プラスアルファはね必要なんですけども、こういったねステータスを宿泊数で稼ぎたい方はこのねマリオットボンボイプレミアムカード発行するだけで15泊もらえますよね。ですのであと35泊していただければプラチナステータスに、ね、なることができます。でプラチナステータスに宿泊数稼いでなるとですね、年間チョイス特典っていうのがもらうことができるんですよね。これはねチタンステータスになった時にももらえるんですけども、これはねマリオットボンボイプレミアムカードで400万円決済してプラチナステータスになります。こういった方はですねこの年間チョイス特典はねもらうことができないっていう風になりますんで、まあ、この説明に関してはですねちょっとまた別の動画出してますんで、まあ、そちらをねご覧いただければなと思います。それでは次にですねカードの付帯特典ねざざっと紹介していきたいなと思うんですけども、まずね空港のクレジットカードラウンジについてですね、クレジットカードラウンジについてはアメックスのねクレジットカードっていう風になりますんで、同伴1名までですねクレジットカードラウンジがですね利用することができます。ですので家族カードはね1枚無料ですよね。ですので全部で4人の方がこのカードラウンジね無料で利用することができるっていった形になります。で次にね海外旅行保険ですね、海外旅行保険は利用付帯になっておりまして、保証金額はねこういった形になっております。利用付帯ということで残念ながらですね何かに利用しないとこのね保証は受けることができないっていう風になるわけなんですけども、まあこの利用付帯もね結構簡単にね適用することができるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですねこちらの保証額見ていただければわかる通り、今ねコロナがありますので医療費がね高い国に行くとこれだけではねほとんど足りない場合がね多いかななんていう風に思いますので、まあ別途ね海外旅行保険ね入るのが個人的にはおすすめっていう風になってるわけなんですけども、まあ空港についてですね現地の空港から市街地に行く、まあ、バスとか電車とかで高ライン決済していければ、まあ、適用になるっていう風になりますんで、ここはね、まあ、一応お好みでね、まあ、選択していただければなと思うんですけども、海外旅行保険はねこういった形になります。それでは次にね手荷物宅配サービスですね、こちらは帰国時に手荷物を1個ね無料で配送してくれるっていうサービスになります。対象空港は羽田、成田、中部、関空ということで利用することができて、こちら普通に利用するとですね 2,3,000円にかかるっていう風になりますんで、私はねいつも利用させていただいてるんですけども、かなりねおすすめの特典っていう風になりますんで、ぜひね覚えておいていただければなと思います。対象空港以外でねご自宅の空港が近い場合はですね利用できないっていう方がね結構いらっしゃると思うんですけども、こちらね乗り継ぐ際、まあ羽田成田で乗り継ぐ方がほとんどになると思うんですけども、そういった時にもですねこちら利用することができるっていう風になりますんで、ちょっとね時間はかかってしまうかもしれないんですけども、一応ね覚えていただくとね便利に利用できるかななんていう風に思いますので、ぜひね覚えておくようにしてください。それでは次にキャンセルプロテクション、ショッピングプロテクション、リターンプロテクション、スマートフォンプロテクション、オーバーシーズアシストということで、まずねキャンセルプロテクションなんですけども、キャンセルプロテクションっていうのはお子様のね怪我だったり会社の命令の出張とかですね、まあこういったものでご自身の旅行であったりコンサートとかね、まあこういったものが行けなくなった時にアメックスがね保証してくれるっていうサービスなんですよね。これはですねコロナがね最初に来た時にですねこの特典で助かったっていう方もね結構いらっしゃるかと思うんですけども、こういったね特典があります。でショッピングプロテクションはですね、まあ名前の通りですね、国内外問わずですね、カードで決済したものはですね、90日間に破損、盗難などがね、あった場合、保証してくれるっていうサービスになります。で、次にリターンプロテクションですね。リターンプロテクションは、購入した商品に不具合があった場合に、返品したいって、
ショップにお願いしますよね。こういった時にショップが受け付けてくれない場合にアメックスがね負担してくれるっていうサービスになります。まあ今ねインターネットサービスでねいろいろ購入される方ね多いと思うんですけども、これね結構ね返品したいのに返品受け付けてくれないとかね、まあこういったトラブルになった時にですねアメックスが対応していただけますので、これもね結構いい特典だと思っております。それでは次にスマートホームプロテクションなんですけども、こちらはねお飾り程度ということであんまりね手厚くありません。3枚の保証はねスクリーン画面割れとかでもね利用することができるんですけども、まあ、自己負担が1万円あったりもいたしますし、通信費をねカード決済してないと対象にならなかったりですね結構ありますので、まあこれはね一応ついてるよぐらいでね思っといてください。で次にねオーバーシーズアシストですね。まあこちらね名前の通り、海外でですねレストランの予約から、まあ、医療機関の紹介とかね、まあ、こういったものもですね24時間通話料無料でね利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね一応保証自体があることはですね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボイプレミアムカードの徹底解説2023年版をねお届けさせていただいたわけなんですけども、2023年になりましていろいろね変更になったのと、まあ税金の支払いがね500万円以上で、利用すポイントがねつかなくなったりですね、またね今までねアメックスからチャージできるプリペイドとかほとんどなかったんですけども、まあキャッシュが対応症になったり、またねここら辺の、B4 さんとかイデアとかもですね対象になってポイントが満額取れたりですね、まあ、状況はね日々日々変わっていくっていう風になりますんで、まあ、ここら辺の関係もですねいつまで持つかはね正直わからないんですけども、まあ、2023年1月現在ですねこういった感じでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これからね発行検討されている方はですねぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。